の作品でございます。今日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。さあ、それではまずは阿部さんからですね、この満席のお客様へ向けてご挨拶をお願いいたします。こんにちは、阿部サダヲです。今日は、ね、土曜日のこれ天気のいい、ね、日にこれだけの方が集まっていただいて本当に嬉しいです。短い間ですけども、楽しみにいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん、各地と手を切っていただいてお答えをいただいております、はい、ありがとうございます。さあ、そして白石監督、はい、よろしくお願いいたします。監督の白石です。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ようやくこの日を迎えることができて本当に感無量です。短い時間ですが、皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、名古屋ということで印象をお聞きしたいんですが、まあ、今本当に今ついたばかりですので、お二方。僕のが先入ってましたけど、監督がちょっと見当たらなくて、ずいぶん監視カメラですごい探したんですけど本当にいなくて、今ですよね、本当に。本当に2分ぐらいまで、ね、そうですよね。新館の方に来てくださいね、念をされてたんですけど、なんか向こうに行ってたみたいでなかなか来ないなってずっと思ってたんですけど、阿部さんが本当に心配されてたんですね。なんかずっとロビーのあたりをうろうろしてたらしくて、で今日多分来てるお客さんもいると思うんですけど、もう始まるよみたいなこと言ってたら、まだそこに監督いるから大丈夫だよみたいな言われてでも結構ギリギリだったから、ギリギリでしたね。本当ですか。本当です。監督は毎年のようにもう、ね、作品ごとにお越しいただいているので、皆さんお顔もね知られているのかなっていうのはありますが、またお越しいただきましてありがとうございます。とんでもないです。阿部さんはもうちょっとお久しぶりですね。そうですね、名古屋は久しぶりになりますね、はい、また美味しい名古屋飯を召し上がってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではこれからご覧いただく皆さんということで、まあ、なかなかね、やっぱりサスペンスということもありましてお話はできないんですが、中身のことまず監督にですね、はい、お話をお聞きしたいなと思いまして、同名の原作との出会いとか、あとお読みになった感想、そして映画化の決め手になったことなど。彼女が知らない鳥たち阿部さんと作ってから、はい、同じプロデューサーの深津プロデューサーが、また一緒に作りたいですねって言ってくださって、はい、でこれすごい本なんですよと渡されたのが最初この原作だったんですけど、はい、とにかく阿部さんが演じられた灰村大和という、連続殺人鬼というかシリアルキラーなんですけど、はい、の造形が本当に面白くて、はい、物語もどこに行くのかが全然わからない小説で、これをなんとか映画化したいなと思って、はい、その時同時に鹿の鳥の時に人事を演じた阿部さんの 目がですね、ちょっと印象に残っている暗い目をしている瞬間があって、それがちょっと僕の記憶にこびりついていて、あの目の灰村大和をもう一回見たいっていうのがこの話を作る、原動力というか、阿部さんともう一回仕事したいのが、あともう一つ大きな、理由でしたね。すごいですね、映画化をしたいというところがもう阿部さんの目を見たい、そこから始まった。そうですね、カノトリで満員電車の中に2人で駆け込んで、人事がこうイケメンをこうボンって突き落とすカットがあるんですけど、その時に突き落とした後にこうトワコ、青ゆうちゃんを見る時に、5分前に人殺してきた目で見てくださいっていう演出をしたんですよ。そしてその時の目が、あ、この人本当殺してるって思ってたけど、すごいですよね。すごいこと言う監督なんですね。5分前に人をこれ分かんないですよね。分からないですね、はい、でもそういう目をされてた。そうですね、5分前に人を殺した人ってどういう人なんだろうって悩んでいた顔なんでしょうねそれがなんか死んだ目のようになったのかもしれないです。いやいや、でもそれだけ監督からのラブコールがあって、嬉しかったです、はいはい、今回もう絶大なる信用がある阿部さんということで、オファーが来た時のお気持ちをまずお聞かせください。僕も私その彼女の時に白石監督とご一緒させていただいて、またご一緒したいなと思ってて、
毎回白石監督が毎年っていうかすごい本数取ってらっしゃるじゃないですか、全部見てまた出てない、黒のうち出てない、松坂桃李出てるのにとお前なら見てて2も松坂桃李出てるのにそれで見ててずっと、はい、竹野内豊も出てたなとか思っててやっと来たの、本当に嬉しかったですね、はい、やっぱりそういうことあるんですね、こう、うん、チェックって言うんですけど、はい、いや、チェックしますよ、それは、はい、はい、特に松坂桃李はチェックしますでもいよいよね、ご自身に来た時ってのは本当にじゃあもう嬉しかったですね、もう嬉しくて、ただ難しいよ、まさかでもね、こういう20人連続殺人鬼っていうのが来るとは思わなかったですけどね、やっぱでもなかなかこうできない役者、そういうなオファーは来ないじゃないですか、なのでちょっと挑戦しようかなと思って、そうですよ、何かのあのインタビューで一度はやってみたい役だ、ね、やってみたいって、まあ、ね、そうですね、手を出してみるべきなんじゃないかっていう役者だったら、はい、っていうのがありました、ね、今回もやっぱりこうそういう感じで言われたんですか、先ほどのように5分前にとかそういう目をしてくれとか、いや、そうじゃない、もうこの人の場合は日常ですから普段パンを作っているのと同じぐらいの日常で人を殺してくれてる感じですよね、そうですね、欲望をすごいいろいろ出し切っちゃってるんで、普段はすごいやっぱいい人で優しくて、人にも人の感情にもちょっとそんな無頓着じゃなくて、たまたまそういうことしちゃうっていうのが残念な人っていう、でもすごいね、人を魅了する力もあってっていう、そういう意味で言うと、まあ、殺人さえ犯さなければまあまあ安倍さんに近いっていうか、うん、普通の人ですよね、普通の人なんで、すごい魅力的な、ね、方ですよね、パン屋さんは、はい、そう思います、ありがとうございます、今回はダブル主演ということでよろしいでしょうか、岡田健さん、ね、方とご一緒されているわけなんですが、お二人でのシーンというのが結構多かったと思ったりするんですが、はい、ご一緒されていかがでしたでしょうか、そうですね、面白かったですね、やっぱり面会室のシーンがほぼ、まあ、岡田君とずっとやってたんですけども、やっぱりいい役者さんです、あの人、岡田君のと一緒の気持ちになって見ていただくとすごく面白いと思いますね、まあ、今日本当に今日来れないのが残念だって本人言ってましたけども、はい、かけいまさやというね、そうですね、やられてるんですけど、はい、もうでも本当になんかどん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 こうご一緒してって、例えば順番に取っていくんですか、順番に取っていくというか順取りというか、いや、面会室のシーンももう最後の全部取り終わって最後にスタジオで撮ったんですね、それだけ、なんかいろんなお話とかはされ、いや、ほとんどしないです、できない、はい、なんかこう面会室の構造上もちょっと同じ場所に いられないというか、いなかったというか、いないようにしたというか、そういうふうにさせられたというか、なんかあんまり一緒にいなかったりもしたんで、はい、なかなかお話をすることはなかったんですけども、うん、もう不可思議な、そうですね、その演技を、いや、本当、毎回毎回、面会室に来るたびに、こういろいろ芝居を提出してくるというか、まあ、面白いことやるんですよね、あの人は。外で経験してきたことを僕に出してくれるので、はい、すごい面白かったです、うん、最近はなんか、ね、真っ暗闇の中でインスタライブやってるらしいですけどちょっと心配ですよやっぱりそうですか、先輩としてそうですよねいや、インスタやってるところは暗くないはずですよ画面を出してないはずそうなんですよ、暗闇の中で やってないんです、ありがとうございます、ツッコミをいただきました監督も、でも岡田さんは初めて、ね、初めてですね、最初に会わせてもらった時、その僕の印象ですけど、阿部さんすごい人をこう引きつける目をしてるんですけど、岡田さん本当まっすぐで曲がったこと大嫌いで、うん、この映画で監督は何をやりたいんですかとこう逆にこっちに来る目をしてたんですよね、その2人が多分対峙してる絵を撮るだけで、はい、多分それはイコール映画であるみたいな感じがすごいしたので、ぜひ岡田君にやってもらって本当大正解だったというか、グイ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 いきますから、あの目で、あの目ですごい、でも本当に熱い心を持っていて、いや素敵な人
人ですし、誰よりもやっぱ芝居のこと考えてますね、うんうん、あの若さですごい人だなと思いました。ありがとうございます。さてその他 の、 キャストの方についてもお聞きしたいと思います。阿部さん、はい、名古屋が生んだスーパースターがおりまして、はい、岩田貴盛さん、はいはい、いかがでしたでしょうか、ご一緒されて。ね、本当に岩田貴盛さんでしたね。もう会ったことないかったので、なんかそう、うん、なんかすごく可愛らしい顔立ちで、ね、イメージ結構可愛いイメージだったんですけど、この映画の岩田さんは多分違うと思いますね。初めて見るじゃないかな、皆さん。なんか最初分かんなかったですもん、僕が現場に行った時に。はい、はい、岩田さんだって。それから多分印象が違うと思います。そうですよね。はい、予告でもちらっとね出られてますのでご覧になったと思うんですが、うん、監督もいつもイメージを覆したい、違う俳優の顔を見たいっていうふうにおっしゃってますけど、まさに今回。そうですね。岩田さんはでももう、多くを語らずとも今回の役はそうなんだろうなっていうことで、すごいご本人も作り込んでくれましたし、こんなカツラをかぶりたいんだとか言っても全然分かりましたって気持ちよく言ってくださいますし、意図を説明すればすごい本当何でもやってくれるっていうことと、あとやっぱり多く喋らなくても表現できる肉体性ですよね、その立ち姿とか、やっぱりスターだなと思いますし、なおかつ映画の中でそのスター感も自在に消せるという、本当、阿部さんも今おっしゃってましたけど、結構ロケ中も気づかない人もいたりして、岩田さんここにいるのには誰でいたのかなってこう見る人もいたりとか、そんな感じでしたね。気がつかない、気がつかないってなかなかすごいですね。すごいですね。オーラも消しちゃってる。うん、言いたかったですね、岩田貴盛だぞって。いや。自慢げに。はい。抑えたんですね。抑えたんですありがとうございます。抑えられたんです、はい、ありがとうございます。岡田さん演じるお母さん、あ、ごめん、まさやのお母さんですね。そんな何役もやってないです、岡田さん。中山美穂さんですよね、お母さんは。ありがとうございました。中山美穂さんについてはぜひ。そうですね、いっぱい僕は小さい時から僕も見てたんで、年は同じぐらいなんですけどね、はい、僕はまだテレビとか出る前からずっと見てたから、本当にお騒がせしますですからね。お騒がせされましたされてたんですよ、僕なんかずっと歌もね、歌ってた、ね、そうそうそう、だからそう、はい、そういう人と一緒に出られるってのはすごいことだなと思いますね、はい、それも監督に感謝したいですけど、やっぱり、うん、ずっと頭の中回ってましたよ、曲が。なるほど、はい、やっぱり昔のね、そうです、曲っていうのは覚えてますか、うん、はい、中山美穂さんもそうですけど、やっぱり中山忍さんのことも考えながら兄弟なんだなって思いました。ちなみに、え、中山さんとご一緒にお芝居されてる時に曲回ってたんですか。曲回ってたその日1日ですよ、本当に。でも見たら皆さん分かりますけど、どんなシーンかってますよ。ちょっとね、そういうシーンやってる時に回ってないと思いますけどね、頭の中で。すごいシーンなんですよね。すごいシーンですけど、回ってたんだ、うん、でも一緒に行こうと思って、うん、まあ、そのスタートかかったらいい、そんな考えないですよ。それはそこまでは、まあ、待ち時間とかでやっぱお話ししたいなとか思ったりするじゃないですか、そういう時です。あ、その時にした、はい、よくですね、監督ね。ちなみに何の曲やりますですよね。分かります。監督も中山さんも、いや、もうそれは、はい、安倍さんと同じで、僕も、はい、ずっとアイドルでしたし、はい、僕にとっても、はい、まあ、映画界の中でもすごい偉大な作品に出られてる方なので、はい、チャンスがあればと思ってたんですけど、今回もすごい、よくやってくださって、あとその掛け池、岡田君もそうですし、鈴木拓司さんとの3人の親子というか家族なんですけど、そのシーンも本当に謎の緊張感があって、とんでもないシーンになってますから、
息子である岡田君があることでお母さんにちょっと聞きたいことがあるって言って話を始めるシーンとかはもうずっとゾクゾクして聞いてたんで、こんな親子の会話もう多分一生取ることないだろうなと思いながら、ぜひそこもちょっと注目してみていただけたらと思います。非常に緊張感のある、ね、シーンだと思います。これはのシリアスなシーンが、まあ、多いんですけど、その緊張感がある。あとでもパン屋さんのところなんかはちょっと柔らかい感じなんですが、こういう時って どんな現場の雰囲気なんですか、阿部さん。例えばパン屋さんだったら。パン屋さん、はい、あ、まあ、その捕まる前のシーンとかは結構、はい、あの監督があのその場でってこういうこと言ってみましょうかっていう、結構アドリブ的な、監督のアドリブ的なことが多くて、それはすごい楽しいです。やっぱり明るい感じ。はい、明るい、すごく明るい、ね、ターゲット、いろんな人、これから殺していこうかなっていう人を探してる時なんですけどね、はい、それちょっと話はすごい楽しい、はい、こうやって近寄ってくるんだみたいな面白いです、うん、でもやっぱりシリアスなシーンになると、いや、でもそう、ピンと張り詰めるっていうことがあまりないように雰囲気を作ってくださるからいいんだと思います、はい、なんか、うん、だからのびのびと皆さんやられていました、はい、監督のやっぱり、ね、まあ、監督の映画もシリアスさんのものが多いんですけど、まあ、でもやっぱりそれはあまりにも緊張しちゃうと皆さんも緊張しちゃいますから、そこはやっぱりもちろんそれは緊張していいことないの で、 で、ね、できるだけ緊張感があるシーンを演じてもらうということですから、それは、それをまた切り取るのも僕らの仕事なので、それはもうリラックスしてどんなシーンにおいても、まあ、よっぽどね危険が伴うちょっとなんかそこもかそこから崖落ちちゃうよみたいなシーンとかはちょっとなんかちょっと気をつけてみたいなことはあるかもしれないですけど、今回もほぼなかったですかね、はい、あのだから本当あの安倍さんの灰村大和がいる小屋があるんですけど、そこでとんでもないことが起こって次から次へと若い、男女が入って釣り込まれていっては、なんか煙になっていくというか、それもすごい楽しんで仲良くみんな終わるたびに斜面を取って帰って、そうなんですね、そうです、なんか次々来るので今は笑ってらっしゃいますけどね、皆さんも、あ、そうですね、ね、どうかな、いや今笑っといた方がいいじゃないですか、ね、今は笑いましょう、はい、よかったです、いやでもみんな本当に、はい、いや、安倍さんとこういうシーンできて本当に監督ありがとうございましたって言ってすごい感謝されて嬉しかったです、そうですね、お互いやっぱああいう芝居なかなかできないですからね、経験もなかなかね、さ、若くて、もうすでにお名前が出ている方もいらっしゃるし、新人の方もいらっしゃると思うんですが、本当に皆さん楽しみだなって思ってます。皆さんのこれからの活躍で。ちょっとそろそろね、お時間に迫ってまいりましたので、最後の質問なんですけど、はい、安倍さんは、まあ、俳優さんでもいらっしゃるので、いろんな役をね、演じられてまして、で、今回はお昼間はパン屋さん、夜は殺人鬼。自分ご自身で二面性を感じるっていうとかありますか、ご自身で。自分のですか。はい、そうです。まあでもこういうとこに立ってない時は喋んないっていうことですかね今こうやって喋れって言われてから喋ってますけどほとんど喋らない、普段は沈黙、そうですね、の男なんですね、うん、結構、はい、あとはちょっといい今、ちょっと信じてたんですね、うん、そうですね、はい、うん、そうですか、うん、白石監督、あ、そうですね、安倍さんは普段は口で何か考えてらっしゃるのか時々ニヤニヤしてたりとかしてる感じです。そうですね、あんま携帯も見てる感じとかないですか、安倍さんってね、はい、何考えてるんですか、か今日携帯見たのは岡田健志君と LINE をしてたぐらいで、ですね、はい、あんまり見ないですね、あんまり見ないですね、うん、ずっとこう緊張してるわけじゃないですよね、でも出られる、リラックスしてるから喋らないです僕は、あ、はい、そういうことなんですね、はい、緊張してる時はやべやべ喋るんですけどね、はい、だから中山美穂さんね会った時僕は本当にやっと会えたねって最初言いたかったですよ
やった知らない人は知らないと思いますけど、チャルンズ・ゴーなんとか空港でやったんじゃないってですね、あれ言いたかったんですよ。なるほど、緊張してるとこうやってそうそう、喋っちゃう、余計なこと喋っちゃうんですけど、リラックスしてればもう何にも喋らないです。ありがとうございます、初めて知りました。殺しちゃいますよ今ちょっと目が怖かったでも今日多分皆さんはお帰りになってからずっとずっと阿部さんの目が頭の中からね離れないと思います。この優しい目をねちゃんと見ておいてください。ありがとうございました。チキンイタリア前、コロナ禍で撮影も1年延びてしまったりしたんですけど、ようやく、完成して皆様にお届けできる日が来ました。まあ、ミステリーでありスリラーな作品なんですけど、何週かすると、このヤマトの造形、本当にどっからそういうことをしてたのとか考え出すと、ちょっともう一回見たくなる。僕もちょっともうすでにもう一回見たい感じがあるんですけど、そんな魅力のある作品になったと、思っております。今日見て本当に気に入っていただけましたら、ぜひこの映画応援していただけたらと思います。本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。映画としてですけど、映画としてすごく面白い映画、ストーリーがすごく面白いので、ちょっと怖いとか思うこともあると思いますけども、すごく考えさせられる映画だと思いますし、見た方同士でいろいろ話し合ったりとかするのも楽しいと思いますし、あそこどうなってんだろうとか思いながらまたもう一回見るとまた面白いみたいで、はい、それはすごく見た方に聞くとそういうことになってますね。で、今日今お昼ですけども、今日一日は僕のことを忘れないでほしいなどこかで見てるかもしれない、はい、忘れないと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。